こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。今日ですね、不倫発生ナンバーワン、単身不倫夫は注意ということをお伝えしていきたいと思います。私もね、これまで9年間ですね、9年間で6000件以上の不倫解決に特化したカウンセリングをしてきました。今もしてますけどね。でやっぱりね、そのいろいろ事情をお聞きするんですよ。なぜ旦那様が不倫をしているのかとか、事情ですね、あと、旦那さんが今どういう状態なのか、どういう生活スタイルなのかとか、お仕事何されているのかとか、そういったことも全部ひっくるめて背景をお聞きしたりとかするんですけども、その中でやっぱね、不倫が発生するナンバーワンの状況っていうのが、旦那さんの単身赴任なんですね。またさ、うちも単身赴任でしたからね。はい、なので、だから単身赴任する職業のね、旦那さんを持つ奥様っていうのは、ほんまに気をつけてほしいなと思います。よくね、なんか亭主留守でなんとかがいいって言うじゃないですか。だけどやっぱり旦那さんが働いてくださってるからこそ生活できてるっていうところにも感謝向けておきたいと思うし、男の人ってね、やっぱりこの寂しがり屋ではあります。でやっぱり子供たちってやっぱり父親と母親かって言えば、長く時間を共にしているのは母親なんてね、母親はその寂しいとかいう感情ってなかなか持ちにくいんですけども、その単身赴任とか、父親さん、男の人たちっていうのはね、その誰も頼ってくれないとか、なんか俺のことをね、相手にしてくれなかったとかいうふうに言うのは、そこにあるのかなって思いますからね。なので今日はその単身赴任夫の、その不倫がね、不倫というのはね、その初期の段階でこう目をつむ、ね、目をつむことが早期解決につながりやすいんですよ。でも早期解決って言っても、ちょっとまあ体の関係になってね、それで3ヶ月4ヶ月だいたい半年ぐらいは燃え上がってますから、その時にいろいろしてもね、なんか気組み持たないこともあります。なのでそこはケースバイケースなんだけども、何せその不倫問題っていうのは早期解決が一番ということは頭に置いといてください。単身不倫するね、その職業っていうのはだいたいその公務員であったりとか IT 関係多いですよね。公務員って本当多いんですよ。公務員ってその自衛隊含め、自衛隊、警察官、消防士とか多いですね。あと役所の方も多いのでね。だからなんで、だからその単身赴任するから多いのかもしれません。なので、今日の動画をね、最後まで見ることで、単身赴任中の夫の不倫チェックですね、不倫チェック方法で、不倫をなるべく初期段階で阻止することができますよということを、今日最後まで見ることの特徴ですね、ということでお伝えします。まず1番目ですけども、1番目は、これ私もやりました私のアウトプットしてどうするんだって思いますけど、やりました。で残念ながら、その後のね、私の場合ですけど、私の場合、その突然訪問して、その後にちょっと、その後の対策が悪かったので7年間もなってしまったわけなんですけども、一番ね、突然訪問してみるということをお勧めします。でこれ何で突然訪問してみるかっていうと、いついつ行くよっていうとね、男の人たちってやっぱりこう証拠隠滅するわけですよ。これもう同じだと思うんですよ。私たちね、奥様側が例えば、どっか旅行に行くよって言った、旅行とかあれだけど、例えば別々に暮らしててね、なんか別居婚か何かしてて、でそこになんか旦那さんがいついつ来るからねって言ったら、もし男の人を挙げてたケースがあるんだったら証拠隠滅するじゃないですか。それと同じで男の人も証拠隠滅します。でも証拠隠滅するけど、不倫女性がちょっとここがね、あまりよろしくない人っていうのは、自分の形跡を残すっていうこともあります。これうちの旦那さんもありますありました。で、突然訪問をしてみるっていうことなんですけども、その中でチェックをいっぱいしてほしいんですね。でチェックっていうのが、まず1つ目、私もやりましたけど、冷蔵庫チェック。これ冷蔵庫チェック1番ですね。で冷蔵庫チェック、なぜかというと、例えば家事をしない旦那さんなのに食材が揃ってた、調味料があったとかね、なんか絶対使わないであろう、男の人が一人暮らしの中で絶対使わないであろう調味料ってあるじゃないですか。旦那がね、その料理が趣味で
なんかね、単身赴任しない時でも家でも 週末は絶対に料理を作ってくれてたとか、そういう旦那さんいたら別ですけども、そうじゃないのに、なんか例えばなんか珍しい煮込み料理、肉料理使う時のブーケガルニだけ今日ちょっとカレー作ったのでね、それをなんかあったりとかすると、それってちょっと女子的じゃないですか。なので冷蔵庫チェックをしてみるということ、あと排水口チェックですね。髪の毛って女性の髪の毛と男性の髪の毛ってやっぱ違うわけですよね、うん、で女性の髪の毛はやっぱ長いしカラーもしてるしあります。なので排水口の中に、こう髪の毛が絡まってたりとかしますので、排水口もチェックしてみるということですね。あと私もやったんです私もだとか言わなくていい、床をねクイックルワイパーでスーッとするとそこに髪の毛がついてきます。私の場合は、クイックルワイパーがなかったのでティッシュでシューッてやったんですけどね、まあそれはなかったですね私の場合はね。であと洗濯物チェックですね。これは女性がその旦那さんの家に、単身赴任先の旦那さんの家に、上がり込んでる場合は女性ものの、下着とかをちょっと置いてたりします。うん、下着とかあと靴下ね、靴下が結構ありがちなんですよ。で特に今からの時期っていうのがやっぱ寒くなりますよね。なので靴下っていうのもありがちですね。だから、サイズが違うじゃないですか男性と女性ってね。なのに家に置いてあるとかいうこともあったりとかします。あとお米ですね、お米チェック。全く自炊しない旦那さんが家にお米が、5合あったりとかね、なんか米びつがあったりとかっていうのはもう全く怪しいですから、うん、ご飯すら炊かないやつがとか言っちゃいけない、炊かない人がそんな家にお米があるわけないんですよ。だってお米があるっていうことはおかずがないとお米ってご飯食べれないじゃないですか。だからおかずを作る人がいるっていうことです。はい、うん、あと保存せる食材をチェックすることですね。だから料理する人って、私たち女性って料理しますから分かりますよね。この食材をこうあるのはおかしい、この保存食材があるのはおかしいとか、例えば冷蔵庫チェックでも、これも私もよく言うんですけども、全くお酒を飲まない旦那さんなのに、冷蔵庫の中に例えばクリームチーズが入ってましたとかね、うん、なんかお酒のつまみになるものが入ってたりとかすると、もう全くをもって怪しいですから、まあ、この突然訪問してみて、このチェックでいろんなものがあったら、その場で旦那さんを問い詰めるんではなく、これちょっとポイントですよ。私これ問い詰めてしまったのでね、問い詰めるんではなく、それをちょっと一旦持ち帰って、どうやって旦那さんに、不倫のことを、言い逃れできないように、話をねしていくかっていうことが大事なので、そこの話し合いについてはね、ちょっと私のねカウンセリングとか、例えばオープンカウンセリング、オンラインクラブの中では話し合いのね仕方とかいうこともレクチャーしてますので、もしご興味があればね、その概要欄にオンラインクラブのリンク貼っておきますので、そちらから月に不定期で募集してますから、何回か募集しますのでね、うん、そちらでチェックしてみてくださいね。で次2番目ですね。2番目は、不定期に連絡を入れてみるということです。だから突然訪問って言っても、なかなかね、例えば私今大阪に住んでますけども、旦那さんの単身赴任先は例えば北海道とか、東北とか、まあ関東までは行けない距離ではないんだけど、でも子供がちっちゃかったら行けなかったりしますから、そういうこう近くじゃない場所にいる場合っていうのは突然訪問って難しいじゃないですか、うん、という時は不定期に旦那さんに連絡を入れてみるっていうことですね、うん、でこれは不定期っていうことがちょっとこれはミソです、うん、だからこれね結構ねやりがちなんですよ皆さん、クライアントさんたちがね、いつ連絡してますかっていうと、だいたい週末の何時ぐらいに子どもたちが集まってご飯食べ終わった時に連絡してますとか言うんですよ。そうやってね、定期的にこの時間のこれに連絡するから、旦那さんが単身赴任先の旦那さんがここは連絡が来るから、この時間帯は赴任女と一緒にいないようにしようっていうふうに工作しちゃうじゃないですか。だからダメなんですよね、わかりますか。
もう世の中のその単身赴任を持つ旦那さんが浮気をしてるかもしれないって思ってる、奥様方、そこはちょっとここを使いましょうね。なので不定期に連絡を入れてみるってことです。だから同じ時間同じ曜日ではなくて不定期に電話をしても出ないとかいうのが、それを全部記録しておくことです。記録です、記録すべてです。で電話に出なかった、後日電話に出なかった時の言い訳を全部聞いておくこと。その時にいちいち突っ込まなくていいんですよ。突っ込むから旦那さんが言い訳を用意してしまうんですね。突っ込んじゃダメなんです。何回も言いますよ、突っ込んじゃダメですからね。気の短いあの攻撃的な奥様たち、突っ込んじゃダメ。私のように不倫が7年も8年もなってしまいますから、突っ込んでしまうと。なので、その時の出なかったとしても言い訳を準備しておく、このね、書いておく。でそれを全部話をするんだったら、話し合いってそもそもね何回もするもんじゃないですから、1回ポッキリもしくは2回ポッキリが一番なのでね。でその時に全部こう話をするっていう話の仕方もありますから、なのでオンラインクラブ概要欄に貼っておきますからね、そちらから入ってくだされば会話術講座っていうのも時々やっておりますので、よきでぜひご利用くださいね。なので今日はね、単身赴任中の夫の不倫を早期解決するためのチェックについてお伝えしました。このね、不倫をされた後のそのチェックっていうのも大事なんだけど、何回も言いますけど不倫というものは早期解決が一番なので、こういうチェックっていうことを今日お伝えしましたけども、一番大事なのはね、不倫されない奥さんになるってことが大事なんですよ。不倫されるような奥さんよりは不倫されないような価値のある女になるってことが一番大事なので、これを見てくださってる、単身赴任中もしくは単身赴任じゃなくても旦那さんの不倫疑惑があるなっていう奥様っていうのは、そこをちゃんと自分のことを、先にこう正してから、それから旦那さんの不倫と向き合っていってくださいね。はい、ということで今日は、不倫発生ナンバーワン、単身赴任夫は注意ということで2つお伝えしました。単身赴任中の夫の不倫チェック方法で1番、突然訪問してみる、そして冷蔵庫チェック、排水口チェック、床をクリックリワイパー洗濯物チェック、お米チェック、保存食材チェックということですね。2番目、不定期に連絡を入れてみる、これは同じ曜日というのは旦那さんが対策を取られますから、じゃなくて不定期がいいですよということをお伝えしました。はい、ということでこの動画では、不倫されている奥様旦那様向けにどうやったら夫婦円満家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。